少し退屈でも、はじめは基本をしっかり学びましょう。文字を入力してみましょう。Excel の基本は計算式です。プラス、マイナス、かける。かけるはアスタリスクを使います。割る。割るはスラッシュを使います。計算式を入れるセルにマウスポインターを合わせる。最初にイコールを入れる。計算式を入力。最後にエンターキーを押します。D 列に足し算、引き算、掛け算、割り算をそれぞれ入れてみましょう。最後に合計の関数を使って合計を入れてみましょう。この他にメールをしたり、デジカメで撮った写真をパソコンに取り込んでスライドショーで見たりすることも簡単にできます。楽しくパソコンを使いましょう。